はいどうも皆さんこんにちは、ケイタです。ラグナロクやっていこうと思います。はいということでですね、見てください。チビワイバーンがいますね。無事バルゲロからね持ってくることができました。ちなみにチビケツァルもあれ持ってくることができたんで、あとチビフェニックスだけで、前回なんだ、三つ子で生まれてきたポイズンワイバーンのイベントからがいますね。名前は脂肪と糖分と塩分、余分3兄弟ですね。この余分3兄弟をねよろしくお願いします。ってな感じで、今回のねお目当ての恐竜のもとへ向かいましょう。いたいたいた。スピノサウルスですね。レベル145レベル。今回こいつをねテームしていきたいなと思います。こいつはねなかなか強いからね、是非とも我が戦力に迎え入れたいってことでやっていきましょう。で、今回俺はテームする方法はグリフォンに乗ってね直接こうやって撃つ。このグリフォンの特性を生かしたラグナロクならではの方法。でもそこに入られるとなきついんだよな。こうしてよし、この方法これでいける。どうした何もできまい。ただ後ろの方向けねえからな。ここまでが限界だから、できればこいつをテイムして俺は新たな力を得る。よし、いいぞ、一生そこにいろ。ダメだ、移動しながらクロスボウを打つのはちょっと苦手だ。あと酔うわ普通に。これは逃げてんのかどうなんだろうな。おっ、なんで当たんねえんだ。これ逃げてるっぽいな。ほっ、よし。やっぱ逃げてるな。こんなに今グリフォンが低空飛行しているのにもかかわらず、ていうかグリフォンの羽当たり判定ないんだな。ありがてえわ。いや近い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 。これどういう状態だ。でもなんか噂によるとあんまスタックさせると消える可能性あるから。お、消えた消えた、消えてない、気絶した。よし、オッケーオッケーオッケー、やったぜ。じゃ肉取るか。肉、あらカルノ先輩何やってんすか。生きてんのか。敵死んだかと思ったけど。よし、11個11個もあれば足りる。あ、スピノが生えた。スピノが生えてきたんだけど90か。いい色してんな。でも今回テイムするスピノもなかなか、っていうかめちゃくちゃいい色だよなこのグリフォン。赤と白がマッチしていてすごくいい色。で、今回テイムするスピノもねなんだ緑な感じでいい感じ。周りに危険はない。で、なんで今回ちょっとラグナロクでスピノサウルスをテイムしようと思ったのか話すと、まだエクスティンクションでもやることはいろいろあるんですけど、ラグナロクに俺お気に入りの恐竜とかをみんな連れてくるって話したじゃないですか。うん。なのでね、さすがに今みんな連れてくるとぬる毛になっちゃうんですよ。うん、結構戦力がたくさんいるから。なので、まあ、ラグナロクもね、もうそこそこ進めておいて、だからスピノとか、もうなんか強い恐竜とかテイムして、もうお気に入りの恐竜をここに連れてきても、なんだ、特に遜色ないぐらいに、あれ、ラグナロクを進めていけたらいいかなと思ってやってます。うん。また、ラグナロク、まだそんな、マップ全体を見てるってわけじゃないので、あれ近々バレンタインイベント来るじゃないですか。うん、それに向けてまあラグナロクで、まあこれからのイベントはちょっとラグナロクであれイベントをやっていければなと思っているので、まあ、だそのために今ちょっとラグナロクを進めてるって感じですね。うん、よーし、オッケー、スピノサウルス、レベル145レベル。無事テイム完了。やったぜ。よろしくな。サドルはもう作ってあるんで、騎乗。おー、スピノに乗るのはバルゲロぶりか。まあ、結構最近だな。スピノは水に触れることで攻撃力が 1.15% 上がります。でかつ移動速度も上がるという感じですね。スピノにはこの方向ちゃう二足歩行モードと、間違えた、こっちは4足だ。4足歩行と二足歩行モード。二足歩行は主に攻撃に特化したやつで、こっちは移動用って感じ。じゃあ早速スピノ行くか。レベル90ぐらいだったっけ。90。こんにちは。はあ、見たか。これがスピノの強さ。ああ、バリオニクス先輩無理っすお前は。なんだ、ああ、そうか。ピラニア風情が。あれ、スピノって、バリオニクスのスター効くっけ？あ、で、ここ、結構深いな。この川、深い。お前のスタン攻撃食らうっけ？試してみるか。こんにちは。いや、食らうんかい！あら。よくやった。食らうんだな。強っ、バリオニクス。だって向こうにもいんな。さっき戦ったやつと別のやつか。ああ、さっきのレベルじゃ見とけばよかったな。食らうんだな。強っ、バリオニクス。こんな大型でも普通に強いな。普通に騎乗解除されるとは思わなかった。さすが。よし、そんじゃまあ帰りますか。はい、というわけで今回はスピノサウルス、この子をねテイムすることができました。うん、いや新鮮だな。ティラノより先にスピノサウルスをテイムするのは初めてかな。うん、どのマップも最初はティラノをテイムしてから、その後スピノとかだったから、うん、ちょっと新鮮ですね。うん、まあ、次回はねこいつを使ってちょっととある生物をテイムしに行けたらなと思うので、まあ、次回をお楽しみということで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。